私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあると、ちゃってる上ようこそ。横山由依、AKB 卒業後初のミュージカル出演、素敵で深い作品に携わることができ本当に感激。元 AKB48 チーム8で、女優の横山由依、21、が、ミュージカル、春の目覚め、7月15から31日、東京浅草急激。同12から13日イコールプレビュー公演に出演することが6日明らかになった。09から10年に劇団四季によって上演された春の目覚め。今回は本格的なミュージカルを小劇場の距離感で楽しめるという浅草急劇での企画第2弾として上演される。キャストはワークショップオーディションや一般オーディションを実施から選出され、横山はヒロインのベントラ役を栗原さやか、26、とのダブルキャストで演じる。昨年11月にグループを卒業後、初のミュージカル出演となる横山は、素敵で、とっても深い作品に携わることができて、本当に感激しています。台本を読んだ時すぐにやってみたい、と強く思いました。少年少女たちのいろいろな気持ちや葛藤、それが渦巻く作品なのですがすごく儚くて美しくて、初めて挑戦する作品の内容、役柄なので少しの不安や緊張はありますが見に来てくれた方に何かを届けられるように精一杯頑張ります、と意気込んでいる。02、M ステ、2時間 SP、2AKB48、少年忍者シリルコングッタニ、谷UG、勇気。5月13日金曜日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーション、2時間スペシャルの追加出演アーティストが発表された。デニアイコとミスターチルドレンの出演がアナウンスされていたミュージックステーション2時間スペシャル。この度 AKB48 少年忍者リル関西谷UG勇気の出演が発表された。また各アーティストの歌唱曲も決定。アイコは最新シングル曲願う夜、ミスターチルドレンは映画キングダムに遥かなる大地への主題歌生きろを披露する。AKB48 は代表曲の一つ、ヘビーローテーションとニューシングルの表題曲、元彼です。少年忍者リル関西は、ジャニーズ名曲メドレーをパフォーマンス。谷UG を現在ヒット中の楽曲、愛、勇気はテレビアニメ、ダンスダンスダンスールのオープニングテーマ、鳴り響く限りを歌唱する。